はい、皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。今日はルナの方がまた私のいない間にいろいろやってくれているみたいなんで、まずはそちらの方見てみたいと思います。じゃあ早速ルナお願いします。どこ変わった？道作った。ああ道ね、道これなかったもんね。うん、まずパパの家とルナの家、うん、で、まずあぶねうんあぶねずっと見てるねあぶねもすぐ見で、招き猫につながってる。ああ、招きまでの道ね。うん、これもらったの。おう、あーすごいじゃん。誰にもらったの？この人、この人、うん、その人ね、倒したの。あ、もらったんじゃなくて倒してもらったの。倒して、略奪者を略奪したんだね。うん、橋、おう、あー立派立派。あー綺麗だね景色も。あ、ここにも農場あるの？うん、農場ここにした。あ、農場ここに移ったのか。あ、ここは下から。あ、作業台、ゴミ箱、このチェストに入場料金、種、リンゴ、植えてほしいものを入れてから入ってね。え？何もない。いだ、え？なんかも植えてほしいもの、はい、種入れてきます。あ、植えてほしいものってもうすげえ人参まんまんじゃん。あ、こっちじゃがいもだ。あ、これ危険なベリー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 。へえー、でっかい畑できたね。あ、なに、昆布製造機ここにも作ってる。立派な畑になった。しばらくこれでもう食べ物困らないね。食料問題解決だね。これはまだ作りかけなんだ。作りかけではないよ。ああそう、でもうまく水の滝も作れてるね。うん、パパのやつよりも上手だよ。上手だね。パパのやつ詰まるって言ったのに直してない。そう、直す前にパパはじゃあ今日はこれから昆布の自動収穫機作ります。ルナ手伝って。はい、じゃあルナここ整地してあるからここに作っていくよ。うん、ピストンというか外側がこのくらいにしたいから、1,2,3,4,5,6,7,8 で9個の、ここ。ここが昆布植える場所になるから、ここか、ここルナピストン、はい、お願いします。オブザーバーも持ってきたんだけど。じゃあルナ観察者ここ。はい、こっち向きでね。そう、逆じゃない？逆、逆。そう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 。睨んどる。睨んでる、睨んでる。で、これがルナが作ったのと同じ製造機の構造になるから、これをもう一個工事作ります。はい、ルナやっちゃってください。
じゃあルナ、この列は下に松明埋めるから、こうハーフブロックあげる。ブレック、ブレック、ハーフブレックで、ちょっと待ってね、今松明埋める。これ埋めとけば明るくなるはずだから。そう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 、うん、そうそうそう。ピストンの上から過ぎしてください。はい、ほい、で、その上もほい。オッケー。こっち側も同じように作ってください。はい、早っ。あとはどうしようかな。そっち側は木にするから、内側石ね。それで横向きお願いします。ホッパー、チェスト、チェストにつなげるホッパー、その間にかまど、かまどに燃料をつな入れるホッパ、完璧で、これをかっこよくしたいから、昆布ブロックに変えるために、ここ作業台、ここでしょ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 、ほい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 。あ、ルナ、このハーフもう一個ある？ある。じゃあ置いて。でもさ、ハーフブロックよりもさ、うん、階段ブロックの方が良くない？階段？ちょっと置いてみて。え？あ、ああ、そういうことね。うん。で、これこうか。こうか。そうすればこことも繋がるし。ああ、いいね。じゃあ、ルナ、ここも。はい。ここで。はい、上がっておいで。上がりません。向こう側から上がれるから。で、また水流作らなきゃいけないから、ここは一旦土で埋めると。こうか。はい、じゃあルナ、こっち側水流作ってみてもらえますか。はい、ジャパン、ぴったり。ルナ、水いいのにしてほしいけど、その前に水こぼれてきちゃうから、ここに看板置くね。めんどくさいです。そう、ルナのあれの方法やってください。ああ、土壊そうか。パパ、シャベル持ってる。土ブロックあったところに、水入れていくんだよね、ルナ。うん、うん、それやってってください。まあ、この作業ちょっと上から見てると分かりにくいんで、よろしければルナの昆布製造機の動画参考にしてもらえるとありがたいです。じゃあルナが流す、うん、流しそうめん、じゃあ流し昆布。そうだね、その方がわかるね。ちょっと待って。じゃあ流し昆布
かな。どうぞ流し、あ、下からやってみて、下。じゃあ流し昆布します。はい。ほい。お、流れて、き、え？これ入ってってる？あ、入った入った入った。よし、じゃあルナが逆側やってる間に、ここの装飾をもうちょっと。ほいほいほい、ほい、よいしょ。こんな感じで。作っとこうかな。早いな。こっち全然できてないのに。よし、よし、よし。オッケー。じゃあ次はカイロ。はい。じゃあやっちゃってください。はい。ほい、ほい、ほい。そして何でよ。リピーター。リピーター。でピストンの間に。オクト。オッケー。ちゃんと綺麗に装飾もしていかんと。うん。じゃあこれに屋根つけてってくれる？はい。わかった。これは下付きハーフだからこれで脇つぶしになっちゃうんだよね。うん、いいじゃん。よし、これでいいかな。完成。完成。あとちょっと動くのをちゃんと動くか見てみないと。はい。あ、燃料いるね。燃料入れといて。はい。あとさ、日照センサーって作れるかな。日照センサー？うん。わかんない。クラフトしてくる。お願いします。日照作って、日照。作ってきた。じゃあ日照センサーはここ置いてください。この角っこ置いてレッドストーンでつなげて。じゃあそこ置いてください。あ、そっか。あ、変えた。そこ暗くなったら動くようにしといて。しといた。うん。そしたら昆布生えた時はこれで動くし、お、暗くなったらこういう風に動いてくれるから、この1個に生えてなくても1日1回は必ず動いてくれる。うん、あ、ほら燃えてるじゃん。うわー、棒しとる棒。この鶏寒いからこう来たんだよ。じゃあルナも寒いよ。あ、ほら出てきてる出てきてる。はい、オッケー。はい。はい。はい、いかがだったでしょうか。後ろの昆布製造機。前は、手動での昆布収穫機だったんで、燃料革命 2.0 って書いてましたけど、今回、全自動式に変わりました。燃料革命、これが 2.5 です。勝手につけてます。あと今回はこの場所、ルナの作った拠点の横だったので似た雰囲気になるよう装飾は周りは木で覆う形になってます。はい、ちょっといいですか。はい。最初さ、手動の昆布収穫機って言ったけど機械じゃなくない？あれ。あ、そうだね、機械っていうのがおかしいね。うん、昆布養殖所。うん、養殖所から今度は収穫期だね。うん、うん、またよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。ではバイバイ。バイバイ。
たらいいだ。あ、襲われてる。こいつさ、どっかに置いといたらさ、はい、では今回この湖の上に家建ててます。はい、オッケー。ベッドこんなところにある。ここ邪魔。ルナ、ベッド邪魔です。もっと、デスポの位置、そこであるんだから。死なないでしょ。ここ機械が来るからさ、こう横をずらしてよ、この辺。いやいや、一緒一緒一緒。